ルタニアへのレーサー忍者やっていきましょう。今日ですね、何をするかと言いますと、皆さん見てください、こちら、なんとティアが100達成しました。やったー、ティア祭り本当にありがとうございます。ティア祭りがなかったら多分達成できなかったと思います。すごいね、やっぱりたくさんもらえるので1日でね2ぐらいずつねティアが上がってったので本当にね助かりました、ありがとうございます。今ですね、ティアが達成してお宝任務っていうのがね登場しているので、そちらをね今クリアしているところです。このねお宝任務はですね、いろんなものがもらえるんですね。ブランズメダルが50、500とかね、あとはこれブロンズメダル500とか、すっごいいっぱいメダルとかね、いろんなものがもらえるんですよね。これに関しては S2 メダル、つまりシーズン2のメダル、ドースポーツっていうね、このシーズン2にしか手に入らないメダルがね手に入ったりとか、本当にね結構限定なものがもらえたりとかするんですけど、でね、しかもこのティア祭り中メダルのね配布量が増えてるので、そういうのもあってですね、なんと忍びカードの4枠目がですね、ついに解放できるほどのメダルを達成できました。やったー、もう本当に待ってた忍びカードの4枠目、これずっと解放したかったんですよ。見てください、今所持メダル、ゴールドメダルが1150枚で、銀が7745、そして銅が8762ということで、ついに忍びカードが解放できますということなんで、早速解放していきましょう。これができるようになると、あとはメダル集めてアシストコードのレベルを上げるというふうにね移行できるので、早速解放しちゃいましょう。えい、解放しますか。はい、きたやったー、4枠目解放しましたということなんで、ね、合計コストが40から50に上がりました。でね、4枠目のこのね忍びカードを何を設置しようか今悩んでるんですけど、私はジャイアントキリングをねつけようかなと思います。これね、これつけるだけでも50達成しちゃうので、どれかを外さないといけないということになってしまうんですけども、どうしようかな、外すもの、でもこれとこれはね外したくないんでしょう。なんで、まあ、外すとしたらこれだね、スタートダッシュのアシストコードを何かしら外さないといけないんですよね。ダメージ量が減る。でもこの辺はつけておきたい感もあるんですよね。え、どうしたらいいんだろう、ちょっとすごい悩んじゃう。忍びカードはねいつもすっごい設置に悩むんですけど、ちょっとどうしたら一番ね理想なのか、よかったらコメント欄で教えてください。一旦ねこの移動速度アップだけにしといて、あとの2つはね一旦外しておこうかなと思います。わ、これにすることによってね50コストがしっかり埋まって、それぞれのね特性も活かせるようになったんじゃないかな。よしよしよし、いいぞいいぞ。でこれでねちょっとでもなんか戦いが有利になったらめっちゃ嬉しい。というわけなので、早速ね4枠目つけた状態でフリーマッチチャレンジしていこうと思います。それでは行きましょう。さあやっていこう、イーグルシティ、バトルロイヤルたくさんポイントを稼げ、対戦よろしくお願いします。よしやっていこう。オッケー、さあまずは最初はねドローンをね、どこのやつが一番速いかを見ていきましょう。あ、ここ速そうだけどな、ここも速そうだしな、あ、ここ速いじゃん、イエーイ。うわやばいやばいぞやばいぞ、人が多すぎる。あ、よくわかんないけど消えました、やばい、よし、オッケーオッケーオッケー、横取り成功、えい、よし、また横取り成功、よし、オッケー、ナイス、へいへいへい、なんかすごいラグい、よし、オッケー、フジヤマすごい若干のラグを感じたけども、まあ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 、あそこにドローンが出るじゃないか、ナイスタイミング、これでだいぶ気ができるようになるね。オッケー、ほい、さあだいぶ気ができましたよーで、はいね、あった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 、よし、オッケー、さあ次はどこに出るかな、下、あー出るね、ここここのドローンを取りたい、来た、オッケー、よし、オッケー、さっきからドローンしか取ってない、
あ、どっか行っちゃったね。さあ、ドローン、あ、ドローン真ん中も出るね。待って、お仕置きブレードが、お仕置きブレードが、お仕置きブレードマンがおる。よし、オッケー、はい、ポーン、さようなら。この子もお仕置きブレードマンか。お仕置きブレードマン多すぎでしょ。オッケーオッケー、ナイス、はい、一本、いけいけ、やばい、あーやばいぞ、あーやられちまった。3本取ってる。さあ、ジャイアントキリングを発動したいんだけど、ジャイアントキリングがなかなか発動できんな。こことここを出る。ちょっとここで待ってようかな。マリーちゃんかわいい、マリーちゃんマリーちゃんのうつせみめっちゃかわいい。うわ、来た、この人、カービィさん、カービィさん、カービィさん、ねえ、カービィさん、あー、カービィさんやってしまったねめっちゃカービィさんにやられまくるんだけど、私すごい、お仕置きブレードが飛び交ってる。よし、いいぞいいぞ、オッケーオッケー、頑張って頑張って頑張って、あーめっちゃやられとる。全然ダメじゃん。キングヌーさん、キングヌーさんという方にやられてしまった。そしてあそこ歌舞伎が出ている。やばい、なんのジャイアントキリングの効果を全く発動できずまま。よし、 OK、 はい、サムライ、え、ジャイアントキリング全く発動できんかったんだけど。うわー、ちょっとスメシさん、スメシさん、うわー、最後やられて終わった。フィニッシュ。いやー、4枠目のが全然できんかったな。お、すごい、ポンマス3位になった。いや、強かったね、なんかみんなね。対戦ありがとうございました。はい、ということで今日はですね、忍びカード4枠目解放していきました。まだね、ちょっと使いこなせてないと思うので、アシストコードをね、これつけた方がいいんじゃないかとかってね、あったらね、ぜひ教えてください。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また見てね。